こんにちは、速稼塾の久保です。今日も暗号通貨についてね、ちょっと私の考え方をお話していこうかと思います。じゃあまずはね、相場の方を見ていきますんで、画面を切り替えてそれぞれ金額見ていきましょう。ご覧のようにビットコインが500万円を切るか切らないかってことになってきます。不思議なもので、なんかね、値下がりしたような気がするんですよ、ビットコイン。でもついこの間まで100万円いくかいかないかっていうところで、私ね、かなり熱心に YouTube で話していたと思うんですよ。そう考えたら、ここまで値段が上がってきてね、よかったよかったでいいはずなのに、やっぱりね、1回600万前後見ちゃうと、なんか損した気持ちもするんですよね。で、実際私540万円ぐらいで、ちょっとだけ他の暗号通貨を決済してビットコインに振り替えたのもありますし、で、500万円前後でね、ちょっとだけ金額また手出しで入れたわけなんですよ。で、イーサリアムもまとまった金額入れてましたんでね、20万円前後が頭だったのかなと思うと、あそこで決済しとけばなみたいなこと思っちゃいます。第3位のエーダなんですけども、こちらの方はプレセールで買ってますんでね、どこまで行っても 全然動じることなく、今結構な利益を生んでくれてるなというところでございます。その他、暗号通貨リップルだいぶ落ちてきました、46円。まあでもね、20円とか30円の頃ずっと耐えてきましたんでね、どうってことないかなというところです。ちょっと上のポルカドットってあるじゃないですか。これはイーサリアムじゃない、エーダか。エーダ、体のね、プラットフォームにしながら、あの辺でちょっとプログラムを書き換えて作ってる暗号通貨なんで、強いんだろうなと思いますよね。ポルカドット買われてることはいいんじゃないですか、すごく。で、その他、ライトコインっていうのも視認性のコインですしね、チェーンリンク、ビットコインキャッシュなどございます。で、ジンフィンの方もちょっと見てみよう、ます。よっか、見てみようかな。ないかな、あれ、100ね、20位とか30位だったですね、昨日ね。かなり奥の方にいる。あ、これだ、115位。ちょっと上がってきたみたいですね。急騰してる。3円になったんだ。まあでも3円ですよね。というところでね、一応毎日見るんですよ。毎日見るんですけども、私の投資の考え方です。特に暗号通貨の考え方は、まずね、4つの原則でできてます。それはですね、いつまでに、っていうか、期日後ですよね。期末のことなんですけども、いつまでにいくら欲しいのかってことを根指して暗号通貨って買ってると思うんですよ。3つ目は、資金の供給量の限界はどこまでなのかなってことです。4つ目なんですけども、いくらの負けだったら許容できるかってことです。この4つ目に関しましては、私暗号通貨は全部なくなっても全く困らないんで、どっちでもいいかなってことですよね。なくなっちゃっても、金額は結構入れてますけどもね。そしてできれば大きな恩恵となって帰ってきてほしいなと思います。で、ところで出すのが、いつまでにいくら欲しいのかってことですけども、まあ、今となってはね、私の子供の大和君が10歳になった時に暗号通貨すべて決済してプレゼントしようかなと思うんですよね。だから10年後ですかね。10年後に全部プラスマイナス足して、まあ1億円になったらいいんじゃないのみたいな。10歳の誕生日のプレゼント暗号通貨1億円分みたいなんで、ね、いいかなと思ってます。まあ、これ動画残りますんで、10年後にね、検証できるのが私楽しみですよ。投資の考え方っていうのはそういうふうに、まず余剰資金でやること。今日明日下ろす下ろさないっていう話をするんだったら、これはやんない方がいいです。それだったら FX やった方がいいですよ。そういうふうに私は思ってますね。いつまでにいくら稼ぐつもりで、いくらの資金供給するのか、そして限界値はいくらなのか、この4つを組み合わせて投資に向かうべき、こうやってね、お金っていうのをより分けたらいいんじゃないかなと私は思いますけどね。皆さんの考えいかがでしょうか。まあ、暗号通貨ちょっと落ち着いたような感じがあります。ここからね、またブレイクが起きるんじゃないですかね。8月頭までには500万っていうビットコインの価格を言われてた人がいましたけども、もうすでに500万ですから、800万とか1000万本当にいくんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味でもね、私は一旦手に入れた暗号通貨は、まあ10年後まで全部放置ということになると思います。それでは。